はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ本日なんですが、無課金美課金の方向けに、オーパーツデッキを組んでまいりました。すごい強いです、結論から言うとめちゃくちゃ強い。しかもね、回し方めっちゃ簡単、これ回し方めちゃくちゃ簡単で、なんか初心者でも多分回せるんじゃないかと思うんで、おすすめなんですけど、非常に。ですね、今回の、ね、スキルですね、先にね、ちょっとスキルをね、説明していきたいんですが、なんか土からのプレゼントっていう、このスキルですね、このスキルね、すごい強かったです。自分がオーパーツ魔法カードを発動した段、自分の手札を1枚デッキに戻しながら、デッキ外からアステカマスクゴーレムっていう、この人を、まあ、手札に加えるっていうことができるんですけども、こいつがオーパーツの魔法カードが発動している場合、手札から特殊召喚できるよっていう、すごい簡単にね、特殊召喚できるカードなんですよ。で、リュウさん、そんな1500程度でね、そんなもんザクソザコモンスターで殴っていって勝てるほど甘くないですよ、環境と思うじゃないですか。違うんですよ、あのね、これね、オーパーツピラミッドアイタブレットっていうこのカードね、このカードね、すごい強い脳死で伊達上げるんです。これ自分のフィールド上のオーパーツ反射したモンスターの攻撃力が800ポイントアップするっていうことで、これ2枚3枚ガンガン発動していくと、なんかどんどん1600、2400みたいな感じでどんどん上がっていくんですよね。だからまあ最高で2400アップするんですよ、3枚発動すると。で、あのさっきの父からのプレゼントでアステカマスクゴーレム特殊ができるんで、しかもなんかあのネブラディスクってあのオーパーツカード持ってこれるんで、これサーチできるんですよね。だから、ね、すごいね、安定的になんか3000打点みたいになるんですよ。3400と3100みたいな盤面になるんですよ、簡単に。しかもなんかあの特に難しい操作する必要なく、これがすごくいいところですね。これが今回のオーパーツデッキのいいところです。まあ非常に回しやすいっていうところですね。で、まあ防御札ですね、防御札、まあ、例えばグリボールとかカナディアとかは一応入ってるんですけど、これね、最悪なくてもいいです、別に。なくてもいい、なんか自分が持ってる強い防御札入れてくださいって感じです。まあ、一応これスペシャルパックみたいなので、一応610円で課金すると、まあ、確定でゲットできるカードなんですよ、これ。これもこれも。だから入ってるの、底なし落とし穴とかそうですね。底なし落とし穴、カナディア、クリボールあたりは、確定でゲットできるんで入れてますけど、別になくても最悪いいし、もっと強いカード持ってるんだったら、月の書とか、月の書とかそういうの持ってるんだったら、月の書とか入れて。ほんで、フォトライズ、これはね、なんで入ってるかっていうと、あのね、フォトン・オブ・ギャラクシーっていう、このミニボックスがあるんですけど、これがすごい強いんですよ。ね、今日の、まあ、クリボールとカナディアは最悪なくてもいいんですけど、まあ、この辺は置いといて、今日のそのデッキの中のカードは全てミニボックスを2つ、向いていただければいいようになっていて、で一応このネブラディスクのアーツ・オブ・アトランティスっていうのを、まあ、3周ですね、ネブラディスクがいるんで、ネブラディスク3周、これ3枚いるんで、3周と、あとこのフォトンナイズとか入ってる、フォトナイズとかこの深淵とかデッドリーとか入ってる、フォトンオブギャラクシーっていうのを一周っていう感じになってます。でこのフォトンオブギャラクシーがめちゃくちゃ優秀で、なんならねこっち3周してほしいみたいなレベルです。なんでかっていうと、フォトンが組めるんですよ。無課金の方でもフォトンデッキってすごい強くて、デッキ的にこのフォトンオブギャラクシーを3周していただくと、フォトンデッキも組めるし、まあこっちのあのアートオブアトランティスも3周していただければオーパーツも組めるということで、なんかお互いにお互いがね結構いい感じで噛み合ってるんですよね、エクシズモンスターも強くて。ということで、このボックス3周するのすごいおすすめなんですけど、とりあえずこっちはまあこのデッキを組むんだったら1周でいいですね、1周でいい。でフォトナイズとか、防御ですね、これ防御だ、フォトナイズとか、エクシズモンスター、まあ、深淵とかデッドリーとか、あとはゴーストリックアルカードとか、フォトンオブバタフライアサシンとか、この辺のカードをまあゲットできるっていう感じなんで、まあ、別になくてもいいんで、最後向かなくてもなんかいいまでありますけど、一応この辺強いんで普通にあった方が、なんで、まあ、デッドリーシーンはちょっと欲しいかなっていう感じなんでね、まあ向いていただければと思います、気が向いたら。これだけ僕ね、まあランク戦で使ってたんですけども、10連勝ぐらいしたんですよ。プラチナランク帯からレジェンドランクに上がるときに使ってたんで、まあちょっと相手のデッキパワーが良かったっていうのもあるかもしれないですけども、これね、あのね、エクシズあんまりしないんですよね、このデッキ。それが強いところです。意味わかんないと思うんですけど、エクシズしないです、あんまり。ネブラディスク召喚して、で、召喚するとオーパーツ持ってこれるんで、まあ、プラミッドアイタブレット持ってくるじゃないですか。で、アイタブレット発動して、で、さっきのアステカマスクゴーレムをサーチして、サーチっていうか、まあ、デッキ外か手段に加えて出すんですよ。そうすると、なんかピラミッドアイタブレット結構 2枚とか発動できた場合、3400、3100みたいな場面なんですよね。
だから、まあ、ブルーアイズを簡単に超える打点のモンスターが2体ポンポン並ぶっていうことなんですよ。それでぶん殴っていくっていう。で、相手の魔法トラップカードとかを吐かせるみたいな感じですね。あね、シンプルに、エクシーしない方が強い環境なんですよ、今実は。例えばオノマトとか、ああいうデッキって、なんかそのモンスターがいっぱい並んでた方が強くて、1体にしちゃうと、なんか簡単に除去られてワンキルされちゃうんで、なんなら横にいっぱい強いモンスター並べた方が強いんですけど、簡単に並ぶんですよ、このデッキ。だから、強いです。ゆえに強いみたいな感じ。で、安定感も結構あって、これ要はさ、バビロンとか、まあ、ピラミッドアイタブレットさえ発動できれば、アステカマスクゴーレムは特殊召喚できるんです、絶対に。だから、そうするともうスカルの効果で、アステカマスクゴーレム、いるからスカル捨てて、ネブラディスク持ってこれるんで、すごく安定するんです、ね。なんで、ゆえに強い。で、防御札はマジで持ってる強いカード何でもいいんですけど、一応エネミーコントローラーは、無課金の方にもチケットリキッドできるっていうのがあるんで、しかもなんか結構横に並ぶからめっちゃエネコと相性いいんですよ。だから2枚入ってます。はい。で、まあ、高活とか入れてもいいんですけどね、高活と普通にそのデモンチェーンとかしても強いです。はい。で、ハンマーシュートは、一応このフォトンギャラクシーでゲットできるんで入れてます、これ。一応なんか、しょれるから、フォトンストリークバウンサーとああいうのしょれるんで一番強いから、まあ、入れてますね。で、フォトライズ、これね、これ安いからです、これ。安いから採用理由、これフォトオブギャラクシーでゲットできるんですけど、これ相手の攻撃宣言時それを無効にして、打点、そのもう無効にした攻撃力分だけ光属性のモンスターの打点アップできるんですよ。こいつ光属性なんですよね。これもそうだし、これもそうなんですよ。まあ、ちょっとアステカマツカコーレムだけちょっと属性違うんですけども、ネブラディスクの打点やばいこと起きるので、一応強いかなと思って入れてます、これ。これ安いからです、これ。これは強いカード、月の書とかデボンチェーンとか、なんかブレイクスルースキルとか持ってる方はそっち入れてもらってもいいですね。はい、というわけで、ね、まあ、ちょっとここだけは無課金じゃなくて、課金しないと手に入んないかなっていう感じなんですけど、まあ、別にこれなくても最高いいんで、すごい安くてすごい強くていいデッキだと思います。これはぜひね、一回ね、皆さんも試してみてください。父からのプレゼントをなんかその掘るっていうクソみたいな作業を除けばね、これがドロップスキルなのかキモい、マジで。コナミは早急にね、スキルをね、課金で変えるようにしてください、マジで。もうフリー対戦ボットとなんか無限にやってるあの作業虚無すぎて人外作業なんで、今すぐに対応をお願いします。はい、今すぐに対応しなかった場合デモを起こします。リベルスタンバイ。さあ、お相手の方いくよ、ユーマ。ユーマくん、はい、行くぜ。デュエル、俺のターン。おお、いいだろう。さあ来い、俺様の最強のフリスビービートを見せてやるぜ。ハンド的にはちょっとそうやって強くないですけど、まあでもさ、ぶん殴っていけばいいんで、基本的にはいっぱい並べて妨害札は全くないんで、ちょっとあれですけどね、若干きついですけどね。はい、オノマト変化、オノマトランス。さあ、ズワワン長をデッキで戻して、ズワワン長戻す。なるほど、ドドドワル、ほう、なるほどですね。え、番長キャプテンかな。ドドドロー。さあ、ドドドドロー。はい、はあ、お前それ今引いたやん、すごいよ。今引いたやんけ、すごいよ。そのハンド番長番長だったんかな、多分。ああ、番長番長だったんかな。なるほどな、番長番長とかそんな感じだったでしょうね。なるほどなるほど、はい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 、なるほど、すごいよ。でもドドドドローでこれ絶対シスター引いたよな。なんか2番目ぐらいが出てきたよな、反応。はい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 、なるほどですね。あ、割と強いですね、それは。さあ、シスター効果で6にして、まあ、とりあえずバウンサーは飛んでくると。バウンサーは飛んでくるのはまあもうそれは要所するしかないね。いけ、ユーマ。はい、で、バウンサー飛ばしてくる。で、1回効果無効になるっていう効果は結構うざいんですよね、これ。結構ね、このね、無効になるっていう効果はかなりうざいの。まあ、エネコンは強い、普通に。とりあえず、ボーンからいくわ。ボーン特殊召喚。で、ボーン効果発動で。さあ、ボーン効果発動する。あ、バウンサーか。なるほど。そう、使ってくるんだ。へぇ。こんなの、あ、でもまあゴルゴニックガーデンできたらめんどくさいってことか。なるほどな、確かに。で、とりあえずネブラディスク召喚で。さあ、ネブラディスク召喚成功時効果発動。オーパーツカードを1枚手札に加えることができる。手札に加えることができる。よし。あのクセカードめっちゃビカビカ光ってるんですよ。なんでしょうね。ちょ
分かんないですけど、まあ、月の章か、まあ、聖杯か聖装か知らないけど、まあ、いいや、とりあえずなんか無心で殴るしかない。分断の壁じゃないから無心で殴る。俺はピラミッドアイタブレットを発動したことによってスキルを発動できる。トロン父ちゃんからのプレゼントで俺様はこうなるぜ。そしてアステカマスクゴーレムを特召喚。父さん、ありがとう父さん。今から父さんに答えてあげるから、父さんの期待に、父さんの期待に応える。行くぜ。見てこの盤面、見てこの盤面。アルティメットフリスビービートよ、これがアルティメットオーパースビートで、ぶん殴ってくで、ぶん殴ってくー。月の書だったらめんどくさいですけど、一応こうしたらもう月の書でも関係ないみたいな話ありますけども、でリリースして、でフォトンソニックバウンサーもらいまーす。あ、清掃ですか、なるほど。それも打点でこれぶん殴って死ぬのでは。あとはライフ4000しかないですけど大丈夫ですか。対戦ありでした。いやー、このねフリスビー、アルティメットフリスビービートめっちゃ強いね。さあ、お相手が勝った、進化した最強ドラゴン。なるほど、あ、ハンドは強い、ハンドは強い。無課金の方はね、多分ね、このクリボールとかね、カナディアとか持ってないことも割と多いかなとは思うので、まあ別にその強い魔法トラップカードでいいと思います。トラミッドパルスとか一応トレーダーで交換できるんで、一応入れてみたんですけど、あんまり墓地に岩石族いかないんですよ。そもそもネブラデスクがそもそも機械族っていうのがありまして。なんで、まあ、入れるんだったら、なんかもうちょっとな違うトラップの方がいいと思う。トラップ、魔法トラップの方が、まあ、クリボールが一番なんか丸いけどな。とりあえずネブラディスク召喚するわ。さあ、ネブラディスク効果発動。さあ、ネブラディスクの効果を発動していく。デッキからオーパーツカード1枚をオーパーツピラミッドアイタブレットを手札に加えていく。まあ多分まあインカ切断かなんか一番ぐらいあるでしょ。でとりあえずピラミッドアイタブレットの効果を発動したことによって、俺はスキルを発動して、父ちゃんからもらったトロン、父ちゃんからもらってきたトロンの父ちゃんからもらってきた最強のカードを手札に変えていく。でアスティカマスクゴーレムを出していく。オーパーツアスティカマスクゴーレム脳死脳死すぎる。でですね、これアスティカマスクゴーレム光だったら超強かったんだけどね、フォトナイズが発動できるから。で、まあ、ピラミッドアイタブレットも遊ぶ。オーパーツピラミッドアイタブレット、まあ、一応伏せますか。このカード言うて、まあ、なんかレイル飛んできたらいいや。ピラミッドアイタブレットが守れれば別に俺はいい。いけバトルだ、バトル。さらに波紋のバリアとか、うわ、ホーリーライフか、うざ。トラップ発動、コスト弱いな、コストが弱い。太鼓引けてない、なるほど。太鼓引けてない性感は弱いですね、非常に。なんだっけ、青眼の3000っていう打点超えてますからね、なんなら今あんまり怖くないっていうブルーアイズ。はいはい。で見して融合を加えていく。なるほどね、まあ融合、これ多分何もチューナーさえも出さないってことは、これ多分なんかめちゃくちゃ青眼引いてんじゃん。ランクマ青眼によくある。とりあえずブルーアイズめっちゃ引いてるっていうね。あのデッキもそこそこ事故りますからね、青眼3体。やばっ。今こそ現れよ。これうざいな、これなんか裏破壊されないからまだいいけどな。このまま殴ってきたらやばいよ、ね、消え失せろ。マジ？それは読めている。マジ？トラップ発動。ネオネブラアイズアルティメットフリスビーができました。君を舐めなくてよかったよ。強すぎて草。デュエルモード。さあ、お、出た。ミラーだ。さあ、行くよ。ミラーか。ゴルゴニックガーディアン出した方がいいのかな。僕はフィールド魔法。ゴルゴニックガーディアン。いやー、どうなんだろうね、これ。その余裕。ゴルゴニックガーディアン出した方がいいのかな。いや、でもさすがに。いや、わかんねえな、まあ、ゼロにされるけどな。ゴルゴニックガーディアン出した方がいい気もするが、ちょっとそうするとアドバンテージがちょっとあんまり稼げないんで、こうしてまあちょっとこれでいきましょう。
クリスタルスカルの効果発動。最悪ハンマーシュートで相手のことしょればいいから。ネブラディスク召喚、ネブラディスク効果、ネブラディスクの効果発動。ピラミッドタブレットかな。デッキからオーパーツカードあんまり違いないですね。やっぱね、このハンマーシュートとかいうカードが、まあ、言うて今回無課金無課金用の、まあ、デッキなんでね、あれですけども、まあ、簡単に手に入るカードにしてるんですけども、まあ、ここが、まあ、クリボールとか、なんだあのカナディアとかそこら辺とか、まあ、月の人とか、まあ、そういうカードの方がいいかなっていう。お、出たミラージャン。マジでマジのミラージャン。父からのプレゼント。どんだけプレゼントしてくれた父さん。優しいの父さん。父さんプレゼントばらまきすぎだろ。やべ、あーやばいですね。普通にね、打点で抜かれておしまいな感じでありますわ。打点で抜かれて終わる。やばい、普通にやばい。あっ、やっべ。やっべ。このカードは自分の手札からクリスタルスカル。やばいやばいやばい、ぶん回ってやがる。ぶん回ってやがる。これだってさ、これさ、あれじゃんね、あの普通にさ上からさこの2体ぶん殴られてさ、なんかやばいこと起きる。え、何これ。えミニマムガッツ。あバトル、自分のフィード上のモンスター1体をリーチして相手フィード上の元々のモンスター1体を追加したのに対して失礼しますね。こういう短縮がゼロになる。このターン選択したモンスターは全然破壊する相手の墓地を。えっ、はっ、